今までとは違う、こう野球を仕事にするんだっていう実感ですとか、まあ、その金額を見た思いっていうのはどうですか。まあ、でも金額見ても、まあ、別に見ても見なくても、まずその一生懸命野球をするというか、まず野球が仕事なんですけど、まずその自分の好きなことを仕事にさせていただくんで、そういうところではその自分も一生懸命やって、まず自分の 100% 常に出していければいいなと思ってます。ピッチャーとしてこう、あの1試合、まあ、完投といいますか、1人でマウンドを守りきるということにすごいこだわりというか、思いを強く感じますけれども、やっぱりプロでもそういうところっていうのをこう目指していきたいところになるんでしょうか。そうですね、その、まあ、やっぱり先発任されたからには、まずはその自分1試合全部投げ切るっていう思いではやっていきたいと思ってます。指名されてから、ご両親からこう言われたことで、なんかこう印象に残ったこととか、もしくは話したことなんか、もし言える範囲で何かありますか。まあ、でも僕自身、その家からその出て寮に入るとか、そういうのが多分初めてなんで、まあ、でも両親は2人とも、まあ、心配がかかっているっていう、そういうことも聞いたんで、まあ、そういうその、まあ、心配もしてくれてるんで、その心配もその、まあ、日が経つにつれて、その心配も薄れていくように、その自分で頑張っていきたいなと思ってます。あんまりこう名古屋のことが今、イメージ湧かないですってお話でしたけど、ちょっと時間経ちましたけど、なんかこう、勉強なりでしましたか、名古屋に関しては。まあ、でも、まあ、とにかく、まあ、その徳島よりか建物が高いんで、あとその人の数も全然違ったんで、あのとりあえずその名古屋行った次の日、学校行った時はもうすごい頭痛かったんで、なかなか名古屋の勉強はまだできてないんですけど、まあ、でもその、まあ、ひつまぶしも食べさせていただいて、まあ、すごい美味しかったんで、まあ、これからもっと美味しいものとか食べていければいいなと思います。はい、お越しください。一番本人が引きつってましたけど。Gracias.